お腹に泣きそうだよ。最初はもうやっぱり小さくて 260g っていう小さい子だったので、どう触っていいのか、まあ、そもそも救命できるかで、救命できたとしてもその後の治療にねねちゃんが反応するか、正直22周代 200g 未満なので厳しいんじゃないかなっていう思いはありましたが、ご両親の気持ちを考えると、まあ、精一杯治療に取り組んでいきたいというふうに思いました。お母さんがね、毎日泣いてたら頑張ってるのに、やっぱり子供もね、それ分かるじゃないですか。そんなね、ずっと泣いててもあれだから、もうずっと笑ってもう毎日過ごそうと思ってましたね。でもまあ病室では泣いてましたけど赤ちゃんの誕生って普通嬉しいことだと思うんですけど、それが必ずしも嬉しい、辛いことがもうあるんですね。なのでそういった時はこう、その限られた時間かもしれないですけど、その時間を有意義に過ごせるように、みんなでですね、そのご家庭をこうサポートしていくように心がけてます。お父さんは嬉しそうに意外に大きいって言ってたのに、びっくりしました。現代カメラ持ってるって言ったら、自分たちすぐスマホ出すじゃないですか。もう病院の先生に怒る。こんなのやって、もうちゃんとしたカメラだったらいいということで、もうすぐもう買いに行って、大丈夫ですよってご両親に言えるまでとっても時間かかったんですけど、その間もご両親は笑顔を絶やさずねねちゃんの面会に来てくれてたので、私たちの方もご家族がいない時間帯の赤ちゃんの様子を伝えたりとか、月ごとの誕生日ということで、ご両親と成長を喜ぶようなメッセージカードを、ね、作って対応していってますね。最初は心配なんですけど、本当に医療もすごく進歩してて、この器具とか、また先生方、スタッフもみんな本当にすごくなってきてるんで、もうもっとなんかもっともっと進歩していくと思うんで、よくここまで大きくなってくれたなと思いますし、まあ、みんなでねねちゃんも込みで頑張ってよかったなと思います。やってる最中はきついことも多いんですけれども、まあ、元気なねねさんの姿を見て、さらにやりがいとかも湧いてきたと思います。なので今後とも厳しい状況というのはあるとは思うんですけれども、また一人一人赤ちゃんが助かることによって、またみんなで力を合わせて仕事の方を頑張ってきたらいいんじゃないかなというふうに考えております。優しい子になってほしいなって思うんですけどちょっと今すごいわがままになってきてるので優しくね、人に優しくしてくれる女の子になってくれればいいですね。